どうも、哲学徒です。今回はですね、最近パラゴンレベルも4200を超えて、配信中によくね、視聴者さんから、それぐらいパラゴンレベルあれば、150周回できるんじゃないですかっていうコメントをいただいたんで、それについてちょっと話していこうかなと思うんですけど、正直な話をすると、結構ね、この、土日は GR150 を、たくさん回してるんですけども、正直ね、今、生きてるこういう地下のマップとかって、GR150 だとこう、どうしても壁打ちっていうテクニックが必要になってくるんで、壁打ちで敵を撃つときとかは、なかなかね、この地下のマップってちょっと外れっぽいマップなんですけども、確かにね、4200あると、こういうマップでもギリギリ、残り10秒とか5秒とかになっちゃうこともあるんですけども、クリアできる、確率がかなり上がってくるんですよね。なので、ギリギリクリアでいいという条件だったら、2回に1回はクリアできるぐらいの感じかなと思います。4200ってね。で、結局、GR150 で何が問題になってくるかっていうと、今ね、この GR140 を回すときって、基本的に、ライフには一切パラゴン振ってない状態なんですけども、GR150 私回すときは、ライフに500、生命力に500振って、だいたいライフの上限がね、100万超えるぐらいで、プレイしてるんですけども、あと守護者の行為を入れてっていう感じですね。なので、どうしてもその、普通にマックス火力で触れるかっていうとそういうことはなくて、スクワットを維持するためにある程度ライフも振らなきゃいけないと。で、その状況で余裕を持って150いけるっていうのが、ある種その、4000にいったメリットかなとは思いますね。確実にクリアできる回数は増えるんですけど、じゃあ全部クリアできるかっていうとちょっと微妙なところで、やっぱり、リフトガーディアン戦までね、時間はちゃんと、白くならずにいけたりするんですけども、どうしてもリフトガーディアンの運によってはね、ちょっと時間足りなかったりとか、やっぱり2分ぐらいは残したいなっていうところはあるんで、2分ちょっと足りない、1分ぐらいしか余裕が出ない時とかもあるんで、それだとちょっと、リフトガーディアン戦の途中で、時間切れっていう感じになっちゃうかなと思いますね。で、経験値的には、4200ぐらいだと、だいたい、1.5 レベルぐらい、経験値が稼げるので、2回やって3レベル上がるかなっていう感じなので、結構ね、経験値のいじめも使えば、効率はいいんですけども、ただやっぱりその、GR150で問題になってくるのは、結構その遅延があるわけですね。重くなってきて遅延が出ちゃうと、大体、私の GR150 の動画見ていただくと、23分とか、15分以内でクリアしてるのに、動画の実時間として見ると20分以上かかってるっていうことになるので、そういう遅延も考えると、ちょっと、GR150 を回し続けるっていうのは、効率が悪いかなっていう感じですね。それだったら、遅延が少なくて、なおかつ時間も、余裕を持ってクリアできる GR150 ぐらい、140ぐらいをね、回すのが、効率がいいっていう、回答になるんですけど、そうですね、GR150 周回したい。100%、どんなマップ引いても100%、100% クリアできるってなると、5000ぐらいあればいけるんじゃないかなと思います。ただ、このゲームのその経験値効率的なことで言うと、かなり5000まで上げるのは大変で、4000後半になってくると、GR150 を回しても、レベルが上がらないってことにもなって、1レベル上がらないっていうぐらい感じになってくるので、装備も完璧に揃えて、で、なおかつ、そのカルデさんも全部150でかけた状態で、パラゴンレベルで振っ
ていくとしても、まあ、5000ぐらいないと、150を完全に周回はちょっと厳しいんじゃないかなっていうのが私の、結論ですね。まあもちろんその立ち回りが完璧だったら、まあもっとで高い確率で行くこともできるんでしょうけど、まあ周回できるかっていうとちょっと厳しい感じですね。まあ成功率 5割ぐらいって感じでしょうかね。ただまあこういうあんまり良くないマップを150で回すメリットもあって、やっぱり1マップ目がいいマップでもね、どうしても2マップ目行かなきゃいけなくて、2マップ目が外れマップってこともあるんで、なので、まあ GR150 を、まあ、周回するメリットっていうか、は、まあ、そういう経験値が得られると。なので、なんていうのかな。結構まあ GR150 に挑戦している人はありがちな問題として、まあ、屋外マップとかはね、戦い方すごく慣れてんだけど、こういうマップが出た時にどう対処したらいいか分かんなくて時間がかかっちゃうっていう人もいるんで、そういう意味では GR150、まあ、ギリギリクリアできるかクリアできないかみたいな感じで、まあ、何度も回してみるってことの、意義っていうのはあるんじゃないかなっていう気はしますね。まあ、とは言ってもやっぱすごく時間かかるし、あとね、やっぱり指がすごく、GR150 やっぱり指の負荷も大きくなってくるんで、それほどたくさんは回せないかなっていう感じがありますね。私も実際、まあ、ちょっとこの3日間はね、たくさん GR を回してはいるんですけど、まあでも5回ぐらいラストまでやったらちょっと1休憩して、またしばらくしてから5回連続でやるっていうような感じでやってますね。まあ、なんで疲れるのかって言ったら、ボタンを押し続けにしてる時間が長いので、単純にそれで疲れてるっていうのと、あとまあ時間を、クリアタイムを上げたいっていう気持ちもあって、まあついつい力が入ってしまうっていうところもあるんでしょうけど、まあ GR150、まあ、クリアだけ目指すんだったらね、前回の動画でも言ったんですけども、まあ、3000ぐらいあれば、いけるんじゃないか。十分いけると思いますので、ぜひね、まだクリアしてないよっていう方は、150調整してみてほしいなと思います。まあ、よくできたバランスだと思いますね。150を本当に、ガンガンね、すごいスピードで回せたらいいなっていう憧れはあるんですけど、なかなかそうなっちゃうと、まあゲームとしての面白さって確かになくなっちゃうんで、まあ最高難易度は最高難易度らしいバランスになってるっていう感じかなと思いますね。まあもう4200もまあ十分ね、やり込みすぎだろうっていう、レベルではあるんですけども、まあ4200になって、じゃあもう本当に楽勝余裕なのかって言ったらそんなことはなくて、結構立ち回りとかもちゃんと考えなきゃいけないし、スキルとかね、あと、ライフの割り振りなんかもちょっとこうバランス考えなきゃいけないので、結構戦略が必要だし、まあクリアできる GR でも、やっぱり、エリートをまとめて倒したりとか、そういうテクニックが必要になってくるので、単純にあんまりこう考えないで、楽々クリアできるっていう感じにはならないですね。なんて、ま、そのプレイヤーのプレイ経験値みたいなものも、必要になってくるっていうことですかね。まあ、私もね、正直、どれぐらいのバランスになるのかって、まあ、レベルを上げてみるまで、わからない部分があったんで、まあ、ただ、確実に言えるのは、3800で私は最初の GR150 クリアしたんですけども、その時に比べて、まあ、約400、レベルを上げたんで、その時だったらギリギリクリアできなかった GR が、まあ、クリアでき、ギリギリクリアできなかったステージがね、
クリアできる領域に入ってきてるので、まあ、こんな感じで、まあ、100上げれば100上げただけのね、その、なんていうのかな、クリアできる成功率が上がっていくので、まあ、そういう感じで考えていくと、まあ、5000ぐらいになれば、十分ね、150周回ができますって言い切れるのかもしれないですね。まあ、なかなかシーズン中は難しいかもしれないんですけども、まあ、ノンシーズンの方に経験値を貯めて、まあ、それもちょっと、GR150 周回っていうのもやってみたいかなと思ってます。はい。そう、結構ね、自分も大量にね、余ってきちゃうんで、大変ではあるんですけども、またね、やっていきたいと思います。どうもありがとうございました。哲学長でした。